汁が出そうなのでティッシュで。手が震える。ちょっとねこの子もかわいそうなので。トカゲのおっさん始まるよ。ねえ、はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、こちらの生まれてこなかった卵ですね、その中身をね開けてみようかなと思います。レオパさんの卵って最初はすごいちっちゃいんですけど、時間が経つにつれてだんだん大きくなるんですよね。無精卵の場合は途中でカビが生えてね腐ってしまうということで、ここにある卵はねずっとカビが生えてなかったんですよね。なんですけど予定日過ぎても生まれてこないということで、今日はねエッグカットしてみようかなと思います。はい、こちらの方が問題の卵さんですね。開けてみます。こんな感じでとうとう白くなっちゃいましたね。白カビだと思います。でこの卵なんですけど、生まれたのがね7月13日ということで、今ねもう9月半ばということで2ヶ月は経っちゃってるんですよね。で2ヶ月経ってね、まだカビが生えてなかったら様子見ようかなと思ったんですけど、もうとうとうカビが生えてしまったということで、ダメだったっていう判断をねしました。でこの卵は結構長い間育ってくれてたので、もしかしたらね中身も少しできてるんじゃないかなってことで、それも確認するために今からね開けてみます。ちょっとねグロテスクな映像になるかもしれないので、見るのがね怖い方は見ない方がいいと思います。はい、じゃあ開けてみようと思います。なんか汁が出そうやな。汁が出そうなのでティッシュでガードしながらやります。あ、結構柔らかいですね。わあ、どうなったやろ。いきますよ。あ、飛んだ。汁がやっぱ飛びましたね。どうだ、こんな感じ。あ、液体がすごい。どこまでできとったんやろ。あー、なんかおりそう。すごい前にもねエッグカットしたことあるんですけど、その時はね何もできてなくて、今回ちょっとなんかできてそうな感じありますね。どうなってんの。なんかすごい。ああ、やっぱできてる。ああ、顔がここにある。ああ、怖いな。どうしよう。またつけとこうかな。お酒に。ああ、そっか。ああ、目が。あ、すごいね。ああ。すごい。あ、これ足だ。あ、なんかかわいそう。あ、でもモルフがわかりますね、これで。モルフがわかりそう。手が震える。一応掛け合わせたのがエニグマさん
タンジェリンエニグマとインフェルノさんですね。それがかかったモルフになります。わあ結構、わあ最後らへんまでできてたんでしょうね。なんで出てこんやったんやろ。まさかこれで息吹き返すとかないよね。なんかひっついてる、ひっついてる。なるほどね。栄養袋の中にでっかい栄養袋がついたままっていう感じですよね。うわすごいでかい栄養袋が。あだいぶできてたんだ。おー出てきた、すごっ。はい、こんな感じの子が出てきましたね。そっか、あ結構体完成してますね。手もあらら、すごいすごい、惜しかったね。模様を見るとエニグマは入ってなさそうな感じはありますけどね。わあすごい、手が。すごい手も足もできてますね。ね、できてるできてる。な感じか。ちょっとここに置きましょうか。この子もちょっとね、この子もかわいそうなので焼酎にねつけようかなと思います。はい、ということでじゃあこっちに入れましょうかね。はい、はい、今さっきの子ね焼酎に入れましたね。こんな感じになりました。卵の中に入ってた時と同じ格好になってますね。はい、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。意外とねレオパさんの形になっててちょっとびっくりしましたね。はい、ということでね、この標本はうちで管理しておきますので、もし何かの参考にね見たい方いたら言っていただければ出しますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。